おの、こいつ、あのすさま、一生ついていくわ。なんでこんなカスなの？はい、どうも、アニメリアクターの財前です。こんな感じのリアクションやアニメに関する動画を毎日投稿していますので、ちょっとでも興味があったら、チャンネル登録をよろしくお願いします。そして、アニメのリアクションや感想を先に見たいよって方がいらっしゃいましたら、下の概要欄やシークバーから、チャプター機能をご利用ください。はい、というわけで今回もやってまいりました。魔王学院の不適合者を見ていこうと思います。前回は勇者学院というのと交流会がありますよっていうので、まあ、勇者からの転生隊と魔王様がこう交流をしたっていう感じで、今回はその、なんか学院別対抗試験みたいなのが起きるみたいな話だったよね。はい、注目して見ていこうと思います。熱いのでね、サクッと見ていきます。よーい、アクション。タイトル言い忘れた。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さあ、見ていきましょう。さあ、みんな。魔王学院の人は、まあ、なんか、歩いて行きなさいみたいな感じだったよね。で、魔王、アノス様は、すぐ着いたみたいな。お転移で。さあ、やっと正式に受け入れてもらえたって感じかな。さあ、エレオノール・ビアンカちゃんだっけ？かわいい、この子。さあ、カノンは死んでるみたいな話をしてたよね。ごめんごめん、ちょっとタイマーが。くそあっち。半袖の衣装も用意しておかないといけないな。悲しそう。さあ、厄介やろうとも。あ、なんかすごい、カノンっぽい。カノン？カノンもっと金髪か。何がいけないんだ？ああ、ディーベスト。え？おお、すごいじゃん。うん、謝罪してくれ。ああ、なるほど。それは許せないかもしんないよな。あの、アボスだって信じてる人は。実力を認めてないことはないけど、ちょっとさすがに暴虐の魔王を名乗るのはちょっとお前図が高すぎるぜっていうのは、何も知らない人としてはまあ当然かもしれない。信仰心の高い人なら特にね。いや、面白いな、このアニメも。さあ、なんか、悲しそうって言ってたしな。なんか、囚われているのか？なんか、レイ君的な感じで、何者かの策略で、根源をなんか縛られてるとかなのかな。ごめんなさい、ちょっとマジ熱いんで、許してください。これ脱げって話なんだよね。これ脱いだらちょっとね、薄すぎるんだよな。さすがにシャツ1枚はちょっとデブすぎて、ちょっと、もうコンテンポラリーデブすぎて、ちょっとあんまり、あれなんで、許してください。衣装ということで。あー。でれれれれるる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 る。さあ、デモンキングアカデミー魔王学院、不適合者見ていこうぜ。対抗試験っていうくらいだからね。交流会じゃないもんね。お。ジェルガカノン。うん。おー。なんだ？うん。え？いいんすか？爆発させよう。すげえ。すげえ生きてんじゃん。へえ、俺はカノンの転生体だからな。アノス。ああ、まあ、リーベストもちょっと見たいな。お、史跡なんだ。ちょっと見たいね。この人がアボスの転生体かも、あ、違うか、さすがに。リヒト。おう。バフか。あ、魔族に対抗するための力の増強方法っていうらしいからね。
さあ、どうする？おう、チューチュー。ネドラ。ん？なんだ？聞かない？え？このネズミ。おいおい。ちょっと見せてやろうぜ、アノ様。まずこいつ殺してインガルしよう。なんか仕組んでんのか。ちょっと待てってアノ様言わない？ははは。来た来た。ええ。そんなのがあんの？なんもない。あおう。え？ああ、ごめんなさい。すいません。壊してしまいました。すいません。アノス様の代わりに私が謝ります。ええー？やばいやばいやばい。やりすぎやりすぎ。やばいやばい。やりすぎだ。おリヒト。あ！え？そうだよね。人間側の魔法がなんでできんの？はい。いや、あ、そうです。まあ、それはまあ、信じてしまうかも。おお、でも。おお、なんか喧嘩してるな。ただ実力主義っぽいね、勇者学院は。ああ、リーベストのプライドが。でもあれは仕方ないよな。はい。はあ。何？ん？え？バンスマナー。あー、なるほど。だから勇者学院が存在するんだな。うん。あー、あの、刺したやつ？うん。うん。あー。両方だな。やっぱり対立させようとしてる対立中がいるんだな。はい。調べます。さあ、ああ、ミーシャとサーシャ。お暇です。ん？おお、トウモロコシ食べとるやん。うん。ジェルが。ああ。ムキムキの文句の方か。あら、超いい感じじゃん。ミサとレイ。ああ。でもレイにそういう感覚はなさそうだな。ん？どうしたの？お。うん。何？どうしたの？ああ、俺も怖かったよ。うん。あらあら。あら。俺もやってこう。イケメンやな。イケメンすぎるな。めちゃくちゃ人いいと思うぞ。まあまあまあ、そう思うことが珍しいのかもね。あー、もう恩返ししたいんだ。イケメンやな、俺が言ったら引っ叩かれてるだろうな。触らないで。お、景品。おお。貝？
すごい仲いいじゃん。カップルやん。おいおい、先週し、青春、青春してるな。これでもペアじゃない？おう。はい、片方あげます。あれ？何？ん？あらー、いいじゃない。青春してるな。高校生してるな。高校生かどうか知らねえけど。学生してるな。もっと内側に？あ、そうなんだ。うん。レイ様だよ。教えなさいよ。キシ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 。うん。え、どういうこと？ミシェンス。うん。へぇ。うん。あら、もう恋人扱いされとるやん。そういうことね。あー、なるほど。もう求婚フラグがビンビンに立ってんじゃん。レイ君あげたんだよ。もう結婚を前提に。でもレイ君はそういうの気にしなそうだもんね。婚欠だから恋人がどうとか。ただレイ君は天然そうだな。好意に気づいてなさそう。あ、そうだったの？とか言いそう。お、なんでだ？顔色悪いですよ。お。うん。え？アトランティスみたい。うん。ああ、じゃあアノス様出そう。お前そういうこと言うなよ、お前。ひねり潰すぞ。アノス様、やっておしまい。ああ、やっぱりそうなるか。プライドになるわけよな。まあ、そうだな。ただ、正論だぞ。うん。先生優しいね、すごい。エミリアさんと全然違う。うん。ああ、そうか。足りないのか。12以上。おお、いいじゃん。それでよくない？ああ、根血に任せるわけにはいかないか。わあ、もうそういうの、なあ、でもまあ。ああ、じゃあ、アノスさんも入らない？おお。意外と物おじしないというか。そうね。ぶっ殺してやろう。目のクマを倍にしてやろうぜ。まあなあ。なんで勇者学院がそんな生きってんだ？俺、個人的に魔王学院の方が圧倒的に強く感じるんだけど。うん。もうなんか、悪い人な雰囲気はないよね。うん。うん。ああ、ずっと練習してたんだ。うん。ああ、優しいね。おー、分かってくれてるじゃん。でもなんか始祖の思いも繋がってはいるね。そうよね。
だからリーダーになって、っていうことか。いいセリフ。でもいいね。なんか、アノス様の、何、精神性みたいなのが繋がってるのがいいよね。みんなのためにっていう。お？ステルス？さあさあさあ、どうする？どうする？やばい！やばくね？敵だ？一人のはずだぞ、勇者は。ジャミング？また？そう、なんかずるくね？勇者に有利なフィールドで戦ってんじゃん。お、釘宮さん。ちきしょう。おかしくないか？なんか、すごい、有利な動いてないか？ずっと。それで生きるなよ。うん。お！先生優しいな、なんか。え？もうなんで勇者ってこんなカスなの？やばいな。ほんとだよ。遠隔でなんとか破壊できない？これやばいだろう。よくないぜ。なんだよそれ。なんかマウント取るためだけのあれじゃん。交流会じゃん。嫌いになりそう、勇者が。おお。何？なんだあの魔道具？悪いメガネ。え、トライアングル。ああ、全部吸い上げる魔力を。やばい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 じゃん。ちょっと。これダメだな。これもう裏でアノス様がボコボコに、なんか、アノス様に頼るのは申し訳ないんだけど。ず、ぜ、え、これ殺す気じゃない？おい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 。そうだよ。ふざけんな、このクソジジイ。うん。先生、いい人。なんだ、すげえ先生いい人じゃん。アノス様にもすごい平等に接してくれるし。なんだ？何してる？え？え？救い出した！いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。よしよし、まあ仕方ないね。これは恥じゃないよ。恥をかくべきは勇者学院だ。みんな。許せねえな。なんだこいつ。は？はぁ？こいつ、何してんの？いや、それとこれとは話が別だろ。だって剣道で真剣使ってるのもんだろ、それ。いくら強い弱い関係ないだろ、こんな。こいつ！先生いい人。好き。先生好きです。あのおっさんはなんとかならない？ん？なんだよ。
受け取ってあげてよ。そうだよ。先生がかわいそうだよ。よく言ってくれた、あの様。先生のためにさ、こんないい先生いないぜ。おう。交渉か。必要だ。頑張ったよ。リーベストは。こりゃボッコボコにしようぜ、ほんとに。なんだ。よし。いいね、いいね、やろうぜ。よしよし、やってやろうぜ、やってやろうぜ。お前も大したことなかったぞ、筋肉だるま。血のりとかいう問題じゃないだろう。お、いいの？抜いちゃおうぜ。抜いちゃいそう。早い！あのすさま！一生ついていくわ。埋め立てる気？え？干上がらせる？すいません、本当に。うちのアノスが。本当に失礼いたしました。干上がっちゃった。やっちゃった。聖なる水、干ばつ。よーし、やろうぜ、やろうぜ。なんで中止なんだよ、この。クソヒゲだるま。うるせえ。そうだ。お前ずるいぞ。あれって何？どれですか？え？え、エレオノルビアンカ？え？何何何？ビアンカがいない？やっぱりビアンカが、カノンのあれなのか？やっぱり転生体なのか？だからこそ最強だから、秘密にして秘匿してるのか？おぉ！続き気になるんですが。続きが気になり申しておりますが、すいません。続きが気になりすぎて、夜も眠れません。はい。パッと目が覚めたら朝になりそうです。いや、でも何よりも悪いな。勇者学院許せねえな、あいつ。マジであぶねえ。言っちゃいけないこと言いそうになったけど。本当に。あのすさまやってくれ、マジで。いや、クソすぎるな、マジで。勇者がそんなクソでいいのか、お前。見せてあげたいよ。あれを。なんだっけ？誰だっけ？カノンの勇姿を。ちょっと、続きも見よう。ってなかった。高い声が。ララ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 ラ。さあ、やってくれ、あのさま。頼むぜ。いや、来週、次回か。でもなんか終わるのかな次回で。なんか次回で型がつかなかったりして。ないかさすがに。いやー、次回。命の輝き。いやー、気になりますね。はい、というわけで見終わったわけなんですけど。いや、勇者学院、クソ。マジで。なんなんあいつら。許せないんだけど、マジで。なんなんだよ、マジでさ、本当に。
いや、マジで、なんか本当に許せないんだけど、なんでこんなカスなの？カノンは少なくともいいやつなはずだよね。カノンが殺されたってなると、やっぱりなんか、歪めてるやつがいるんだろうな。人間側にいるのか？あの、アボス、ボルディゴ、何？アボス？ディルヘビアを、こう作り出したやつが、このような対立構造を生み出そうとしてるのは人間側なのか？うん、なんか少なくとも魔族はなんか被害者的立ち位置を取ってるような気がするな。いや、こんなクソ人間しかいないの？マジで人間。うわ、もうアノス様救うの間違えたと思ってない？うん。それでもアノス様はでも人間も救いたいみたいな、平和であってほしいということを思ってるんだろうな。いや、マジでなんだよ。本当に胸クソだわ、マジであいつら。あのゴリラもさ、アノセにボコされたくせにさ、なんかすげえ、やってやろうじゃねえの、みたいな、なんかさ、思ってるしさ、なんで？なんでだ？本当に。なんかすごい対立、なんか溝が深いよね。せっかくアノスがさ、2000年前にさ、なんか命を投げ打ってでもさ、こう、平和な世界を作り上げてきたのにさ、それが全部歪められてるってなると、なんか僕もちょっと許せないよな。アノスがこれだけいい人だからこそ許せないところはある。いやでもよかったな。なんか序盤のさ、このレイとさ、ミサのこの青春っぷりもよかったけど、やっぱり後半のさ、やっぱりアノス様のやっぱりかっこよさ、後から出てきて全部巻き返すっていうさ、なんか魔物をこう、こんな魔法でよかったかとか言ったりとかさ、で後から出てきてさ、もうすぐ湖を干上がらせたりとかさ、いやーやばいなと思いますね。いやあいつ何なんだ、あのエレオノール・ビアンカがさ、なんかちょっといなくてさ、封印されてたのか、なんかなんかとよりしろか何かなのかな。いやーちょっと時間の関係でね、続き見れないんですけど、まあ次回ね、もう一気に見ようかなというふうに思います。11、12、13見れるタイミングで。いやーこれ気になるわ、続き。本当に、いやーでも本当に許せないですね、マジで。もう本当にアノスたちにボッコボコにしてほしい、本当に。あのメガネもメガネで大概だよな、なんかやってることが陰険すぎるわ、本当に。ただやっぱりなんか魔族のが優秀なのかな、やっぱり種族的には。だからこそ人間がこう魔族とかに対抗するためにはっていうのが、こう歪んだ精神性みたいなのがこういう社会を作り上げてしまったのかなっていうふうにも思うし、まあ根深い問題なんだろうなとも思いますよね。いやー、マジで、でも今回面白かったな。なんかすごい、物語としては非常にこう、のめり込めて、楽しめましたね。はい。いやー、でもなんか本当に先生もいい人だしね。なんかこう、アノス様見てもさ、根血だからとかいうのを差別しないでさ、しっかり区別せず、一人の生徒としてこう、向き合ってるっていう、エミリア先生も本当にこうなってほしいものではありましたね。でもなー、本当に、なんかもう、アノス様を認めまいとしようとしているのがね。ただね、なんだっけ、リーベストだっけ、リーベルトだかリーベストだか忘れたけど、あいつもまあ悪い人じゃないんだよな。すごい優しくて、言ってしまうと本当にアノスのこの精神性を受け継いで脈々と受け継がれてきた人なんだろうなっていうのはありますよね。あの優しさっていうのは、優しい魔王になりたいと思ってるんだろうな。なんかガッシュベルみたいに、優しい王様になりたいみたいな感じで。いやー、でもアボスもすごい優しい始祖様として見られてんのかな。そんなわけないだろう。難しいところではありますが、まあいろいろとね、敵の正体とかもまだまだ分かってない状態なので、いやーすごい気になるところではありますが、次回も楽しみに見ていこうと思います。はい、まあそんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。実はねとか、なんか補足だったりとかね、あのスミーシャサーシャ全員可愛いとか、先生好きとか、俺先生めっちゃ好き、本当に。いいなと思います。レオノールビアンカどこ行ったのとか、ビアンカとかどこ行ったんだとか、もういろいろとお待ちしております。勇者学院許せねえ、あの熊生えたこの熊野郎許せねえとか、いろいろとコメントお待ちしております。以上、魔王学院の不適合者でした。バイバイ。